侵略を狙う学生人はセブンを倒すことが早道だと考え、怪獣アローンを使ってその能力を探り、セブン暗殺の計画を立てて地球にやってきた。苦戦するセブンのエネルギーは刻々とゼロに近づいていった。地球の平和を守るために活躍するセブンはついにガッツ星人の手に落ちてしまった。その頃、地球防衛軍は桐山隊長の指揮のもとにダン・ソガ両隊員の捜索を続けていた。だがウルトラ警備隊が救出したのはソガ隊員だけである。星人は夜明けとともにセブンを処刑すると通告してきたのである。天文班からの報告で夜明けは5時21分と分かった。どうしてもそれまでにセブンを救出しなくては地球人がガッツ星人に降伏するという事態が起こるかもしれないのだ。隊長、おかしな発信をキャッチしました。何？宇宙ステーションの回路を使っていますが、ステーションからの問題ありません。よし、録音して直ちに分析するんだ。はっ。地球、そんなことをする奴は一体誰だ、まさか地球の危機につけ込んで新しい侵略者がのさばってきたんじゃないだろうな。くそ、妨害電波です。よし、そこまでは分析しません。はっ。電波だな。分かった分かったよ。それにしても天城隊員遅いわね。よし、俺が行ってくる。隊長、妨害電波の出ているところが大体分かりました。よし。さっきの発信はセブンの脳髄から出ていたんです。なんだって？セブンは生きていたのか？はい。しかしマグネリウムエネルギーがないと体を動かすことができないと言ってます。マグネリウムエネルギーといってもまだ世界のどこでも合成に成功していないだろう。これを見てください。水素の4個の原子を融合させてヘリウム1原子に変化させたときにそのエネルギーを固定させる。しかし困ったな。何ですか？その水素を融合させるのにダイモード鉱石が必要らしいんだ。それからあとは妨害電波で消されてしまった。ダイモード鉱石か。アフリカ産の宝石なんだが
アフリカの原住民の一部でしか使われてない代物だな。果たしてこの日本中を探して思ってる人がいるかどうか。アフリカの原住民？ん？そうよ、そうだわ。なんだい、アフリカの原住民と俺とどういう関係があるんだい。そりゃまあ俺の面はねえ。はっ、そりゃ。神様、準備 OK。 ベータ戦勝者。エネルギーは足りないな、力がないんだ。高度7、高度8、高度10、高度15だ。これが割れればマグネリウムに劣らないエネルギーを確保したことになるんだ。撃て。やはり足りないのか。はあ、そうだ、大丈夫ですよ。半分は夏くんが持ってるはずだから。何？え？はい、記録です。どうも。わあ、よかった。じゃあお願いね。はい。ああ。
しいな。ナツさん、ナツさん、ナツさん。おい、どうしたんだ。あ、叫び声聞いて駆けつけたんですが、その時はもうナツさんはいませんでした。そうか、ガッツのやつセブンの通信を解読して彼女をさらっていったんだ。チキショー、遅かったか。はい、そばです。ダイモード鉱石は手に入ったのか。隊長、それがガッツに先を越されたようです。なんだって。彼女が連れ去られたらしいんです。国家捜索中です。ダメか。別の方法を考え直さなくちゃならないわね。よし。無駄よ今さら。最後の最後まで頑張るんだ。ナツさんじゃないか。ナツさん、しっかりしろ。ナツさん。ナツさん、このペンダントはどうしたんですか。ペンダント？ええ、アフリカ土産のあの鉱石でペンダントを作るって言ってたじゃありませんか。地球を救うためにはどうしてもあの鉱石が必要なんですよ。わかりましたわ。あの変な動物はそれで私のこと。しかし、あれを盗まれたんじゃ。あれはうちにしまってありますわ。え？でもこれはガラス玉、なくすといけないから練習の時はイミテーションしてます。さあ、行きましょう。さあ、まみろガッツ星人め、ガラス玉を持ってきやがった。聞かれたかな。ダイモード鉱石の行方を追って数時間経った。夜明けまであと1時間しかない。いいな。破滅の道を選ぶのは地球人かガッツか。これが我々の最後の作戦だ。ビームランプを狙うんだ。はい。撃て。頭、隊長、どうした。命中したのに手応えがないんです。よし、もう一度やってみるんだ。はい。これ以上は無理です。フォークの安全が保てません。どうした。そう、はい。
消えたわ。空にあったセブンが幻であったら、一体本物のセブンはどこにいるのか。手がかりは全くつかめない。夜明けは近い。隊長、こうなったら玉砕戦法しかありません。まだ言うな、そんな。この戦いに敗れるということは地球の破滅を意味するんだぞ。隊長。そうだ、我々は決して負けられない。絶対に勝つ自信がなければ戦うことはできないんだ。しかしこのまま放っといたら、間もなくセブンは処刑されます。偽のペンダントを捕まされたんで、たまに来たな。うん、やっぱり円盤は泉ヶ丘の方向に向かっています。よし、分かった。桐山隊長、名古屋で出発。は、は、は。古橋、直ちに円盤を攻撃し、おとりの女性を救出せよ。 OK、 待ってました。大将、こちら古橋。桐山だ。セブンが見つかりました。泉ヶ丘西方の崖っぷちです。よし、了解。古橋、アンゴライターが着くまで手を出すな。わかりました。
できないんだ。一気に勝負するつもりでやれ。成人の野望は勇敢なウルトラ警備隊員によって阻むことができた。しかし果てしない宇宙の彼方にはもっと恐ろしい方法で侵略の時を狙っているものがいるかもしれないのだ。